皆さんこんにちは、神谷玲子です。本日は乳銀の神代 P デビルマン黄金目視録を解説していきます。本拠はですね、大当たり確率約99分の1という遊びやすいスペックで登場。この大当たり確率でありながらラッシュに突入すればラッシュ継続率はなんと約 83%。 爽快感のあるラッシュはそのままに、右中はですね、ゲーム性だったり演出が一新された、P デビルマン黄金目視録を早速実践していきたいと思います。はい、それではですね、早速試打していきたいと思うんですけれども、その前にまずは気になるスペックからご説明していきたいと思います。通常時の大当たり確率は 99.9 分の1、ラッシュ突入率は約 55% で、ラッシュ継続率は約 83% となってます。デビルマン疾風陣雷は一種二種タイプでしたが、本機は初当たり後の時短70回転中に大当たりを射止め、ラッシュに突入させる時短突破型の台となっています。時短70回転プラス残保留で約99分の1を引けば良いと考えると、結構やれる気がしませんか。この時短での引き戻し率は約 50% で、 5% と薄い割合にはなりますが、初当たりからのラッシュ直撃も存在します。この2つを合算して突入率は約 55% となっています。約99分の1という大当たり確率と約 83% という継続率からすると、ラッシュ中の出玉感が物足りないんじゃないと思う方もいるかと思いますが、本期のラッシュ中はですね、10ラウンド約600個の割合が 40% もあるので、しっかり大当たりを重ねることができれば、まとまった出玉が獲得できる点にも注目です。また本期は U タイムが搭載されており、低確率時250回転消化で379回転の U タイムが発動します。初当たりからの時短で大当たりできなくても、時短抜け後は U タイムまで残り180回転となるのも、次にチャレンジしやすいポイントになると思います。では早速打っていきたいと思います。まあ、通常時の、ね、演出は、疾風陣雷同様に、かっこいい演出がたくさん盛りだくさんであります。まあ、もうねすでにご存知の方も多いかとは思うんですけれども、注目演出を簡単にご紹介させていただきます。まず一つ目がですね、ゴールドデビルマンが出現すれば期待度が上昇、ゴールド進化演出。二つ目がですね、突入すれば大チャンスのゾーン演出、ゴールデンゾーン。そして三つ目が本期最強リーチとなります神々の遊びリーチ。そしておなじみの次回予告ですね。そして、たくさんのデビルマンが画面をこう横切る、軍演出などが、注目演出としてあります。いや、できればねその辺を出して大当たりを取りたいなと思うんですけども、でもやっぱり99分の1、約99分の1になってるので、結構見れるね頻度は上がっているのかなと。やっぱりミドルスペックとかだとなかなか見れない、あ、今ちょっとミドルスペックとかでね見れない演出なんかも99分の1になっていることで、出やすくなっていると。さあ、青フリュー早速入りましたね。あ、そしてタイマーが55秒からスタートしました。そしてチャンスということで変化で緑保留に、ね、変わりましたね。これちょっと期待して良さそうですね、秒数も長いので。さあ、さあ悪魔の力ということで連続演出です。お、変わってってますね。はい、さあ一応エフェクト赤になってます。さあ、そして色面とは緑で色変えてくれますよと。ですね、赤テロップで、さあタイマーゼロになったんですけど、このタイミングで悪魔の力連続演出かけ3となりました。ゴールドデビル
後期という感じで出ましたね。さあ、おプチューしましたよ。ということは次回予告、さあおなじみのですよ、次回予告注目演出の一つですね、こちら出ました。ということで次回 VS ザン激突と、さあそしてイロメントがまた来て、赤テロップに変えてくれました。さあバトルリーチなんですけども、さあどうかな、後半発展しましたね。はい、決戦と出たので後半に発展しました。星4個半ということでタイトル赤です。これは期待していいんじゃないでしょうか。あ、しかも金のピロメットが、さあ行きます。よしよしいやもう次回予告が絡んでいたのでこれはね、はい、大丈夫でした。やりました。さあ無事声で大当たりということで、図柄の方が8なので、3と7以外だったんでね、まずここから、時短70回に行きます。とりあえず、ボーナス消化していきます。まあ、初当たり引きますと基本的には、6ラウンド消化していきます。いやー3か7で当たればラッシュ直行なんですけども、そこはちょっと割合として 5% しかないので、基本的にはやっぱ時短経由して、時短を突破してラッシュに行くと。さあこのあと70回転の時短に行くんですけども、そこで約99分の1を引いていきましょうと。でモードの方が3つあります。でまずデーモンバトルからやっていきたいと思います。こちらですね、デーモンバトルなんですけども、立ちはだかるデーモン軍団をデビルマンが撃破できれば大当たりということで、撃破できればラッシュ突入となります。さあちなみにですね、敵は全部で4体いるんですけども、ここでサイコジェニーが出現すればチャンスですよということで、まずはリーチするかどうか。一応でバトルに発展した際に、チャンスアップとしては、すいません今無敵ゾーン入りました。ここでリーチかかれば、まあ、激アツということで、ここはねリーチかけたいですね。どうだろう、はい、リーチ、おうおうおう、いけた、いけましたね。これ一応外号で一番期待度は低いんですけども、まあ無敵ゾーンでリーチになったということで期待していいでしょう。さあ先制攻撃だったり、あと強攻撃だったりね、チャンスアップあるんですけども、さあボタンも赤いので、はい、さあ無事なんとか時短突破成功しました。これでゴールドラッシュ突入となります。さあということでハイパーデビルチャンス、さあ入れていきます。さあ一撃、一応ここね連打だったり一撃ルーレットという形があるんですけども、いうこと一応300玉獲得ですね。デビルボーナス消化していきます。さあこれで660ポイント獲得ということで、ここから、はい、ラッシュのですねゴールドラッシュ突入となります。はい、これからですねラッシュやっていきたいんですけども、今ね時短のモード、デーモンバトルの方をやったわけなんですけども、他にですね2つモードありますので、一旦そちらをですねご覧いただければと思います。先ほどデーモンバトルをお見せしたので、次は次元アタックやっていきたいと思います。まあ、敵ボスのねゼノンを時間内に撃破できればゴールドラッシュ突入になりますよということで、こちらでチャレンジしていきます。さあ行きます。え、早速今金が入りましたよね。あ、ボタンも赤い、これもういっちゃうんじゃないですか。しかも
7つ柄転廃しました。さあ攻撃はデビルビーム。これはもう安心して見れますね。さあゲージをね減らすことができれば敵撃破ですよということで一撃、はい、もう完璧です。もうやっぱ金からスタートしてたのでこれは見事でラッシュ突入となります。時短の方を突破できました。さあということでね、今回はヴィーナスチャレンジやっていきたいと思います。まあ、美女との、ね、ゲームバトルしまして、そちらクリアしますとラッシュ突入となります。で一応ゲームの方はですね全部で4種類ありまして、マッサージ、バトル、神の戯れ、キュンキュンと4つあるんですけども、キュンキュンが選ばれるとねチャンスですよと、選ばれるならキュンキュンがいいなというところですね。お、今ちょっと変動がねいつもと違いましたよね。逆から行ってます。頑張ります。さあ転廃しました、ヴィーナスアタック。お、しかもなんかさあここのねエフェクトの色とかにも注目、チャンスアップあるんですけども、あ、普通ですね、白ですね。でタイトルバトルっていうかこの字も白字で普通です。あ、どうかな、連打。あ、撃退、撃退して、強い。あ、まだ続いてます。さあ次もまだまだ、あ、やばいしたやばいした。さあヴィーナスアタック。お、いつもとなんか入り、あ、赤ボタンなんて、しかもキュンキュン選ばれましたよ。一番チャンスのキュンキュン、しかも字がね赤字です。これが大丈夫なんじゃないですか。はい、キュン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 、口説き落とせ。おしおしおし、いけた美女たちを口説き落としました。さあこれで、ゴールドラッシュ突入となります。ではこれからですねゴールドラッシュやっていくわけなんですけども、ラッシュの仕様なんですが、ST70 回転でそこで大当て確率約41分の1を引きますよと、その継続率が約 83% となってます。たくさん大当て重ねられるように頑張っていきたいと思います。さあゴールドラッシュは、前半パートと後半パートに分かれているんですけども、前半はね、あ、青堀言ってます、前半は1回転から59回転まではもうテンポのいい図柄あたりになり、あ、こういう感じです、はい、テンポのいい図柄あたりはこういう感じで、ね、起きますんで、さあ無事当たりました。70回転中ここで、ね、41分の1引きましたよということで消化していきます。もう本当に前半パートはああいう感じで、あのサクサクと爽快感ある感じでね当たっていきますので、すごく気持ちいいです。さあそれで上乗せチャンスきました。連打、お、プラス420段でねマックス取りました。10ラウンドの600発獲得ということで、一応ね、ラッシュ中は10ラウンドの振り分け 40% あるので、もうこれをいかに重ねられるか、いかに 40% の、ね、振り分け取れるかっていうところがかなり大事になってくるので、まずすぐ取れたんで良かったです。さあそしてですよ、まあ、前作打ってた方も気になってると思いますけど、このねバッドコミュニケーションボーナス中に聞けますので、ね、この曲ぜひとも選んでみてください。多分ね前作打てた方はこの曲が聴きたいんじゃないのかなと、もうテンションが上がるんで、これ聴きながらラッシュを楽しんでいきましょう。1158ポイント、
さあラッシュ継続です。いきます。さあちょっとねさっき途中だったんですけど、まあ、前半と後半パートに分かれておりまして、まあ、後半はね60回転から69回転ここはまあリーチになればチャンスアルティメットゴールドバトルが展開されます。おお気持ちいい急に来ますね。いやでもこれがねいいんですよ。急に来るところがちょっと油断してました。今緑保留で無事当たりゲット。あ上乗せチャンス発生です。さあ連打マックスラウンドが欲しいよ。プラス120コンボ。まあまあでもね上乗せ起きるだけでかいですからね。さあまだまだいきます。さあちなみにこのねあの時短中だったりラッシュ中の演出はの疾風陣雷を打ってた方でもあの演出がほんと一新されてるので前作打ってる方でもかなり楽しめるようになってます。おーおーいいよいいよいいペース。早め早めに当たってくれるのはねほんと嬉しいです。あまた間乗せチャンス一撃入りました。連打ではなく一撃です。さあどうかな。よし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 いただきました。プラス420と出ればねもうマックスラウンド、まあ、2070ポイントですね。ちなみに大当たり終了ここのねゴールドラッシュがね多分フリーズすることがあるんですよ。あ今回はしなかった。ここねフリーズが起きると、巻き戻し演出で、まあ、さらなる上乗せがあるということなんでちょっとそちらもねはいこの後出していきます。お激進で入ってますね。ああとねこの前半パートこう大当たりを重ねるごとにこう演出が増えていくということなので、あ緑保留になりました。おあなんか今金のリーチになるよね。なりますね。その演出が増えていくので本当にいろんな演出見れるんですよ。そして決戦開始のこの文字が今赤字でした。チャンスアップです。お最後シェリーなんでこれもチャンスですね。さあ星4つなんでこれは大丈夫。いや順調に当たりを引いております。おハイパーデビルチャンスということで5ラウンド以上が濃厚になります。さあ一撃はいどうぞ。よしよしよし40パー取りました。あいいペースでね40パー取れてますね。2670ポイントでフリーズしないかな。まあね、ちょっと先ほど途中までお話したんですけどもこう大当たりを重ねるごとに演出が増えていくということなので、まあ、前作打ってる方も打ち込みがいがあると、まあ、新鮮な気持ちでね打てるところもねすごく嬉しいのかなと。おお速攻当たり。さあ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 いやー気持ちいい。いいペースです。まだまだ行きましょう。おさあプラス420なんでマックス。さあボーナス7回やっております。さあ赤系欲しいな。青堀入ってます。
あ、なんもないか。あ、まだ続いてる。あ、いいよ、行こう、こっから。あ、いや、ここで満足してはいけない。お、緑保留になってます。あ、あ、あ、金保留。これはもう大丈夫。よかった、ギリギリ12回まで行っちゃいましたね。危ない危ない。あ、ルーレット。360ポイントと。3636。さあ8回。お、赤毒入ってます。これはもう大丈夫でしょ。はい早いなあ。さあ上乗せ、あ、来ました、上乗せチャンス。40%ちょうだい。 OK。 あ、すごいいいペース。これ 40% 以上で取れてるんじゃないですかね、今ね。よし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 、いきました、4000ポイントオーバー。次当たったら10回目になります。あ、フリーズしないか。頑張れ。しまいました。ここからはね、ダンテとの最終決戦です。まあ、もうここはね、リーチになればチャンスなので、まあ、ひとまずリーチがやっぱり欲しいと。ここでの当たりもね、見たいですから、どうにか引きたいところなんですけども、まあ、せめてリーチになってバトル発展。頑張れ頑張れ、最後リーチになろう。どうだ、おお、ギリギリ。さあ最終決戦、一応ここの色はね、通常の白でしたね。さあ、ここ3回攻撃できるんですけども、ダメージマックスで大当たりとなります。あ、1回目グレート。さあ何かしたか。さあ2回で一応50いってます。クレイット文字がちょっとね、浮かんできてますけど。さあどうでしょうか。はい、レッドで。あー、マックスならない。どうですか。ダメダメダメですか。ここ、あー、あー、行ってしまったあーって、ここ決めたいですね。3だ、あー、あー、しまっちゃった。さあ9回の4236ポイント普通の、あ、ボタン完成すれば復活なんですけど、さ、普通の悪魔人間ということで、9回の値で終了してしまいました。今回は P デビルマン黄金目視録を解説させていただきました。継続率がですね、約 83% と非常に高いのに、右打ち中の10ラウンドの振り分けが 40% もあるということで、かなり大当たり重ねていくと、かなりたくさんの出玉が作れるんだなっていうのを実感ね、体験できたのですごく良かったです。そして演出に関しても、チタン中ラッシュ中の演出が、疾風陣雷の時よりも、まあ、時よりもというか疾風陣雷より一新されて、いろんな演出が加わっているので、前作打ってる方もかなり楽しめるんじゃないのかなと
で新しく今回から打ちますよっていう方もねかなり演出が多く楽しめるので、あの打ち込みがいがあるなというふうに感じました。私も非常に楽しかったです。こちらのね、今回打たせていただきました P デビルマン黄金黙示録は8月よりホール導入予定となっておりますので、お近くのホールに導入された際にはぜひとも皆さん打ってみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。